ラーダ型潜水艦は、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。ラーダ型は、NATO コードネームであり、ロシア海軍の計画名は677型潜水艦である。同様に一番艦であるサンクトペテルブルクに由来して、ペテルブルク級とも呼ばれ、輸出版はアムール型潜水艦と呼ばれる。1980年代末、ロシアのディーゼルエレクトリック潜水艦の系列の、 後継として、設計主任のユーリ・コルミリーチュンのもと、ルビーン海洋工学中央設計局で設計が始まった。ソビエト連邦の崩壊により開発は遅れたが、1997年に一番艦、サンクトペテルブルクが寄航。その後も、ロシアの経済停滞で建造は遅れたが、2004年10月に浸水。2005年6月30日、公試み中の、 サンクトペテルブルクがサンクトペテルブルク国際武器見本誌でメディア向けに公開され本型の全貌が明らかになった。ラーダ型の模式図ラーダ型潜水艦は第4世代のディーゼルエレクトリック潜水艦として開発され、キロ型潜水艦までの従来の潜水艦に比べ新しい偽装を有している。ソ連の通常動力型潜水艦が 船体の大型化の傾向を示していた中で、本型は、キロ級潜水艦より小型になった。それまでのソ連の通常動力型潜水艦と同様、予備浮力に余裕を持たせるために複角構造をとっている。艦内配置も、通常動力型潜水艦に、典型的なもので、艦首に、ソナー、魚雷発射艦室を備え、セール直下に発令室を、 後方に居住区と機関室を有する。一方、それまで船体にあった潜水打は司令塔に装備された。建造された艦の機関はディーゼルエレクトリックだが艦隊を10メートル延長して燃料電池区画を挿入することでクリスタール 27E と呼ばれる燃料電池式エイプ機関の搭載も可能である。魚雷発射艦は6門有し、艦種情報に集中配置されている。 艦首中心には、ソ連の潜水艦で、初めて魚雷搭載用のハッチを有している。魚雷発射艦からは、超魚雷は、もちろんのこと、ノバトール設計局が開発した、3M54E1、クラブ S 対艦ミサイル、クラブの対戦型である 91RE1、対戦ミサイルも発射できる。なお、一部で P-800、オニクスを搭載する、などと書かれているが、 オニクスは5 3 3トル発射管から打ち出せず、船体中央部に対艦ミサイル垂直発射機区画を挿入しない限り、本級への搭載は不可能である。射撃統制装置として、新開発のリティリ戦闘制御自動システムを備える。日本の潜望鏡は、ソ連の潜水艦として、初めて内閣非貫通型のタイプのものである。本型は、 2006年末までに3隻が寄港されている。なお一部で4隻が寄港されていると書かれているが、これは2006年11月に寄港した3番艦、セバストポリが当初、ペトロザボーツクという艦名を予定していたことから来る誤解である。2006年7月末、RIA のオボスチ通信は、間もなく3番艦ペトロザボーツクが寄港されると報じたが、 三番艦の機構は予定より遅れて11月にずれ込み、艦名もロシア海軍の過去の栄光にちなんだ都市であるセバストーポリに変更された。一番艦のサンクトペテルブルクは2004年10月に最新世代のロシア製ミサイルと魚雷とソナーを備えて浸水し2005年11月29日から養生試験を始めた。報告によると年月日に試験を 完了して、同年に、ロシア海軍に配備された。しかし、サンクトペテルブルク収益前の養生試験中に、様々な問題点が発覚したことなどから、2005年7月28日に、寄港された2番艦クロンシュタットと2006年11月10日に、寄港された3番艦セバストーポリの建造は、凍結された。その後、解説系を経て2013年7月には2番艦、 3番艦の建造が再開された。予定ではクロンシュタットは2017年、ベリーキエル機は2018年に引き渡すこととなって、いたがこれは2016年に延期が発表され2019年に引き渡されることが発表された。2009年時点でロシア海軍は計8隻のラーダ型潜水艦を調達する計画である。 輸出仕様のアムール型の模型いくつかの機能を省いたアムール型が輸出向けに設計されたアムール型は950型と1650型の2種類に分類されるロシア側の報道によると船体に施された新型のタイソナー用コーティングを特色とし航続距離は拡張され新型の体艦及び対戦兵器を搭載する新型潜水艦とのことである 中国やインドなどの国が興味を示しているものの、発注を受けておらず、建造された艦は一石もない。1イコール推定ウィキメディアコモンズには、ラーダ型潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。